方いますか。知ってるぞ、見たことあるぞ。ありがとうございます。結構置いてくれてる、ありがとうございます、僕たちコミュニケーションズと申しましてね、よろしくお願いします。そうなんですよ、僕たちね、高校の同級生同士でね、はい、ずっと漫才やらせてもらってるんですけれども、はい、僕はコミュニケーションズの岡田武と言います。岡田武ですよ、皆さんね、はい、聞いたことないですか。元日本代表監督のね、岡田監督と同姓同名なんですよ、実は。そうなんです。でもね、岡田の田の字がね、田んぼの田じゃなくて大井の方なんですよ。大井の方なんですよね、田の方、一文字違いなんですよ、ね、そうなんですよ。でもね、学生時代はね、みんなから岡ちゃん、岡ちゃんって言われてね、サッカー部のキャプテンやってました。そう、キャプテンやってたんですよ、はい。で、僕の方がね、コミュニケーションズのイビチャオシムと申します。はい、そうなんです。ハーフなんですよ、はい。皆さんご存知でしょう、元サッカー日本代表のオシム監督と同姓同名なんですよ。でもね、イビチャオシムのね、うん、B がね、うん、ヒーニテンテンじゃなくてね、ウーニテンテンの方なんですよね。一文字違い。そう、ね、僕も一文字違いなんですよ。そうなんですよ、ね、でも学生時代なんかはね、僕もね、オシム監督って言ってもらってね、サッカー部の監督をやらせてもらってました、ね。なんでやねん、お前。はい、そうなんです。お前監督してたらおかしいやろ。監督やってましたよ。同級生言うてるんやから。でも俺あれ試合中ベンチ座ってたね。補欠やからないか、お前。あ、補欠なの。補欠やからベンチに座ってたよ。監督ちゃうの。違うわ、お前。いや、でもね、岡田武とね、イビチャオシムのね、はい、この奇跡のコンビなんですよ、はい。高校の時からね、お前ら絶対コンビ組めよみたいなね言われてて、で、コンビ組んでね、漫才やってるんですけれどもね、はい、本当に今日はね、僕らの名前とね、うん、フォーメーションだけでも覚えて帰ってほしいですね。はい、僕が左ウィングで、僕は右ウィングやってますんでね、はい、僕の名前覚えて覚えたぞーって方いますか。イビチャオシムっていうね。あ、覚えてくれてますかね。 ありがたいです ね。じゃあ僕の名前覚えてるぞって方。はい。あれあれ、あ、ありがとうございま す。でも結構この辺の方とか覚えてなかったですね。あ、そうなんですか。お客さん、レッドカード。いや、お客さんいつイエローカード2枚溜まってて、もうええわ。どうもありがとうございました。